여러분안녕하세요武田紀子です。今日はギダを紹介します。ギダにはたくさんの意味がありますので、ここでまとめてみたいと思います。1つ目、加わる、仲間に入るという意味があります。ちょうど教授せよ、私も仲間に入れてくださいのように使います。2つ目は挟まるという意味があります。그는두여자틈에끼어앉았어요。彼は二人の女性の間に挟まって座りました。음식짓고기가이에꼈어요。食べかすが歯に挟まりましたのように使います。この他にも組むという意味もあります。これはパワーチューをなさっている方はご存知の팔짱을끼다、腕を組むという意味になります。この腕を組むは、例えば友達と2人でこう腕を組む場合、それから1人で腕組みをする場合、両方の場合に使えます。またはめる、かけるという意味もあります。例えばパンジル끼다、指輪をはめる、장갑을끼다、手袋をはめるなどのように使えます。そしてメガネをかける、これは안경을쓰다とも言いますが、안경을끼다と言っても同じメガネをかけるという意味になりますので、覚えておいてください。次にかかる、立ち込めるという意味もあります。これは안개가끼다、霧がかかる、하늘에구름이끼다、空に雲がかかるなどのように使います。もう一つ、たまる、つくという意味もあります。주전자에물때가끼다、やかんに水垢がつくなどのように、垢などがつく場合も使います。このようにたくさん意味があります。他にもありますので、一度辞書で調べてみてくださいね。그럼오늘은이상입니다。안녕히계세요。